聖アサナシオス聖堂メギスティスラブラ修道院の一部、メギスティスラブラ修道院は、アトス山で最初に開かれた、聖教会の修道院。アトス半島の南東に位置する。アトスのアサナシオスによって963年に、創建。創建にあたっては、東ローマ帝国皇帝ロマノス2世の講演を受けた。修道院内に17の聖堂。 修道院外に管理する19の聖堂がある。主聖堂は10世紀に遡るもので、壁面の塗装は16世紀に行われたものである。当初主聖堂は生新女福音を記憶するものであったが、15世紀にアトスのアサナシオスを記憶する聖堂となって、今日に至っている。教授修道院として作られ、14世紀まで教授修道院として機能し続けたが、 14世紀に、独居修道に、スタイルが変わる。度重なった地震やオスマン帝国の支配によって、修道院は衰退した。1574年、アレクサンドリア総主教シルベストロスが介入し、教授修道形式に戻ったが、1670年には、再び独居修道制となった。1963年には、アトスさんの他の全修道院と共に、 修道院創建の1000年記念行事が行われた。1980年に再び教授修道形式になった。多くの皇帝、王徹が修道院に多額の寄進をしてきた。アトス山の中でもメギスティスラブラ修道院は豊かな修道院の一つであり、豊富な修造品を誇っている。ありがとうございます。